改めまして皆さん新年おめでとうございます。昨年はですね、異常気象の中でいろんな問題が起こったり、または国際紛争の中で物価高に影響したり、またはコロナ後の景気回復が遅れたりですね、取り巻く環境は非常に厳しい環境がありました。でも皆様方にはですね、農家の皆さん、生産者の皆さんと寄り添いながら、農林地域の皆さんが一生懸命頑張っていただいたことに心から感謝とお礼申し上げたいと思います。そして年末にはですね、政治不信を招くようなことが起こってしまいました。今年はですね、しっかりと政治に信頼を持ってもらえるように、もう一度原点に帰って頑張っていきたいと思いますし、また元旦早々ですね、能登半島地震ということで大変な犠牲者が出てしまいました。心からご冥福をお祈りするとともにお見舞い申し上げたいと思います。そして我々福島は東日本大震災の後、本当に多くの皆さんに助けていただいた経緯があります。今度はですね、しっかりとですね、お役に立てるように、我々が今度は号外しする場だと思ってますので、県連一同一体となって、福島県と連携を取ったり、いろんなところと連携を取りながら、少しでも早く、回復されることをお祈り申し上げ、そして実際にお手伝いをすることをお約束申し上げて、今年1年が皆様にとってより良き1年となりますよう、心からご祈念申し上げて、新年のご挨拶とさせていただきます。今年も1年またよろしくお願いします。おめでとうございます。お世話になります。